どうも、皆さん、こんにちは。プロトレーダーのショータです。えー、今回もですね、ドル円の相場展望をやっていきたいと思います。えー、最後までね、重要な解説をしていきますので、ぜひ、しっかり最後まで集中して、今回の動画をですね、ご覧いただけると幸いでございます。で、ためになりましたら、動画の高評価、そして、YouTube のチャンネル登録、そして、僕の LINE アットの友達登録も、ぜひよろしくお願いいたします。 えー、ちなみになんですけども、僕の LINE アットをですね、友達登録していただいた方にだけ特別にお渡ししている、えー、豪華なプレゼントがいくつかあるんですけども、えー、これらの豪華なプレゼントはですね、すべてにおいてあなたが FX で資産をですね、 え、効率よく爆発的に増やしていくにあたって、ものすごく役立つ内容になっておりますんで、え、ぜひですね、この豪華なプレゼントの数々、すべて受け取っていただけたらと思います。そして今後のね、FX に大いにお役立てください。えー、僕の LINE アットのリンクはこの動画下の説明欄に載っけております。はい。というわけで、えー、早速ドル円の相場展望をやっていきましょう。えー、まずは1時間足チャート。 今現在表示しているんですが、えー、1時間シャートを見るとですね、えー、この箇所ですね。この箇所で、えー、チャンネルが引けるんですが、このチャンネルの、えー、加減ラインですね。このチャンネルの加減ラインがこのように引けまして、このチャンネル加減ラインをですね、今現在下にブレイクしてきております。で、 この加減ラインに対して、えー、リテストタッチを決め込もうとしておりまして、このリテストタッチがうまく決まって、もう一段階下落してきたとすると、その場合は、えー、この切り下げラインありますね。この切り下げライン。この切り下げラインに対して、えー、タッチしてくるような下落が起きる可能性が出てきます。 はい。で、この切り下げライン、一体何なのかと言いますと、これはですね、4時間足チャートを見ればわかるんですが、えー、4時間足チャートで弾ける、この切り下げラインですね。これ。これを1時間足で見ると、こういうことですね。うん。で、この切り下げラインに対して、えー、タッチしてくるような、 下落が起きる可能性が出てきます。このリテストタッチがね、うまく決まるとね。で、えー、逆にこのリテストタッチ失敗に終わり、えー、このチャンネルの加減ラインをまた再度上にブレイクしてきて、なおかつ、ここの直近の高値、これすらも上にブレイクしてくると、えー、その上の高値である、 この辺あたりまで目指してくる可能性があります。で、ここすらもまた上にブレイクしてくると、えい、ー、よいよこのチャンネルの上限ラインである、これですね。ここにタッチしてくるような上昇が起き,、えー、起きてくる可能性が出てきます。はい。で、えー、このチャンネルの進行スピードから計算すると、 ま、この上昇の波が、こういうスピード感できてますので、これをトレンドラインで測ると、こうなります。で、このスピード感を、えここの安値ですね。要するに今3点目ってことですね。これ3点目当ててやると、ま、こういう風うに、計算ができるんですね。計算というか、測ることができるんですね。距離感を。ということは、 ゴール地点ここになりますよね。まあもちろんですね、あのー、こんな綺麗にいつもいつも決めてくるっていうわけではないんですけども、まあおおよその、まあ進行スピードをこのように測ることができるというイメージですね。はい。で、まあ4点目がここに来るということになりますね。この、えー、進行スピードで距離を測るなら。で、この4点目のこの位置、ゴール地点。 が110.257円と重なります。で、この110.257円一体何なのかと言いますと、4時間チャートを見るとわかるんですが、ここのサポートラインなんですね。ここのサポートラインが110.257円なんですけども、その110.257円と、まあ、この、この距離感で、 測った時のゴール地点が重なっているということですね。うん。まあ、そんな感じ。まあ上昇パターンで考えるならこういうイメージ。で、えー、下落パターンで考えるなら、要するに、ここの、すいません、この十字カーソルがね、なぜか最近コントロールプラス F でなんか出てこなくなっちゃって、なんか毎回のこ、この左のこの、 あの、項目からね、選んでやらないといけなくなっちゃったね。だから最近ちょっとね、若干調子が悪い感じですね。うん。まあ多分僕のパソコンが調子悪いのかな。そろそろ変えようかなって思ってるんですけど。すいません、ちょっと余談でした。で、えっ、ー、とね、まあこのリテストタッチがうまく決まって、もう一段階下落してきたとすると、その場合の、えー、進行スピードを、この下落の波、 だから、測る、なら、ええー、と、まあ、要するに、まあ、こういう、トレンドラインで測ると、こういうふうに測ることができるんですね。で、これを、まあ、この高値あたりにつけてやると、も、ま、う、あ、こういうふうに測れると。も、ま、う、あ、こういうスピードで、 来るというイメージですね。うん。まあもちろんこんな綺麗にいつもいつも来るっていうわけではないんですが、うん。まあイメージというかですね。うん。大体の、こう、まあ、なんていうのかな。こうスピード感を測れるという感じですかね。うん。ってなると、ゴール地点がここですよね。で、このゴール地点がですね、えっ、ー、と、奇遇にも、 えー、この切り下げラインと割と重なっているということですね。うん。まあ、つまりこの4時間足のチャートで引けるこの切り下げライン、ここの切り下げラインと重なっているということですね。この下落のスピード感で測ったそのゴール地点がこの切り下げラインと重なっている。 さっきの上昇パターンもこの下落パターンも、えー、そうなんですけど、こういうあの根拠が重なるっていうことは、えー、チャートにおいて、えー、結構頻繁にあるんですね。うん、あの根拠というのは奇遇にも重なるケースが多いんですね。うん、だからこういった根拠が重なるようなポイントを狙い撃ちしてトレードをすることにより、えー、勝率がどんどん高まってくるというかですね。うん、でこれは、あのー、一つの なんだろうなこう、参考材料として、よかったら、えー、頭の片隅にでも覚えておいてください。うん。つまりその僕らトレーダーがですね、やらなければいけないことは、その根拠が集中しているところを狙ってエントリーするというか、うん。つまり根拠が集中しているポイントというのは、あのー、その周辺で反発してくるケースが高いということになるんですね。うん。 反発してくる可能性が高いポイント。それが根拠が集中しているポイント。で、そこを狙い撃ちしてトレードをすることにより、まあ反発する可能性が高いわけですから、あのー、当然まあ勝率もアップするわけですね。うん。まあそういうことですね。えー、続いてですね、えー、こちらドル円の1時間足を、えー、ズームアウトさせて表示させてるんですけど、えっ、ー、と、まあ、この、 ここのチャンネルですね。このチャンネルのこの加減ラインに対して、今、リテストタッチが、えー、うまく決まるか、それとも失敗に終わるかっていう局面なんですけど、まあ、えー、もしですね、ここの、えー、リテストタッチがしっかり決まって下落したとして、この下落の勢いが順調だった場合ですね。その場合、最終的に目指してくる、えー、距離感としてはですね、 えっと、まあ、ここの戻り高値から、えー、まあ、ここの、この陰線下日はまあ無視して、まあ、このチャンネルも加味してですね、ここのチャンネルの観点も考えて、まあ、この陽線の安値である、ここまでですね、えー、要するにここの戻り高値から、この陽線の下髭、下髭であるこの安値この距離感、 え、がですね。この距離感が、えー、ここの高値から合わせて下についてくるというかですね。で、それをまあトレンドラインで、えー、測るとですね。まあこういう感じですね。うん。まあこういう感じで測れるわけですね。で、これを、えっ、ー、と、ここの高値。まあもしくここの高値でもいいんですけど、まあこの辺に持ってくると。こういう感じですね。 ま、今、ここの高値に合わせました。そうすると、まあ、この距離感が、ここの距離感が、この距離感が、こう下についてくるとするなら、ゴール地点はここになりますね。ここね。値段で言ったら、だいたい104.256円。うん。えー、ぐらいを目指してくるという流れになりましたね。 これ、下落の勢いが順調だった場合ですね。うん。ちょっと今、イントネーションおかしかったんで、もう一回言いますね。この下落の勢いが順調だった場合ですね。はい。下落の勢いが順調に、こう、続いていった場合、最終的に、100、え、この、このあたりですね。このあたりぐらいを目指してくる流れになるのかなという感じです。これが、まあ、この下落の、えー、波の観点から、 考えた場合、導き出せる距離感かなという感じですね。はい。えっと、まあ、今、1、2で、こう、3が来るかもしれないかどうかっていう感じじゃないですか。で、これが1、2、3ってもし来た場合ですね。で、まあ、例えばなんですけども、まあ、この下落の波分ですね。まあ、こういうふうに下下がってきたとして、 ま、この辺ぐらいまで下がってきたとします。で、1、2、3と決まったときに、まあ、このように切り下げラインを引けますよね。要するにですよ。こういうふうに切り下げラインが引けるわけじゃないですか。で、この切り下げラインをですね、まあ、ここまでと,とりあえず到達したとして、で、こ、こから上昇して、で、この切り下げラインを、 上にブレイクしてきた場合はですね、えー、その場合は上昇の勢いが強くなってくる、えー、ポイントなんですね。海圧,圧力が高まってくるポイントなので、なので、えー、そこを機に、まあ、グイグイ上昇してくる可能性,可能性っていうのは、えー、十分ありますから、それはですね、ちょっと、えー、シナリオとして、えー、頭の中に入れといてください、この流れ。まあ、ときて でここでもう一回こうさらに下落してくれたらいいんですけどまあここから上昇してきてその上昇に勢い強くてここを引けるこの切り下げラインに対して上にブレイクしてきた場合はえそこを機にぐいぐいとまた上昇してくる可能性があるということを覚えておいてくださいそれこそこの、えー、チャンネルの加減ラインであるここですね このラインに対して、また再度リテストタッチしてくるような、えー、上昇、えー。で、それを超えてきて、それを超えてきて、えーまあ、いよいよこの窓を埋めに来たりとか、この上の、えー、110.257であるこのサポートラインとかですね。こういうところぐらいまで、えー、来る可能性っていうのもあります。ので、まあ、この流れですね。覚えといてください。 1,2,3と来て、その後また下落の勢い強かったらいいんだけど、ここから反発して、この、ここの切り下げラインも上にブレイクしてきたら、その時、開発力が高まってくるポイントなので、要注意が必要ですよ、という、この流れを覚えておいてください。はい。えー、というわけでね、えー、ドル円の相場展望の解説はここまでという感じで、 えっと、ちょっとね、えー、雑談したいと思います。えっ、ー、と、僕はですね、あのー、まあ、今、えー、海外ドラマのプリズンブレイクをですね、あのー、アマゾンプライムでまたシーズン1から見返しているんですけど、あの、今ね、シーズン2の、えー、とエピソード、えー、12かそれぐらいまでですかね。うん。やっと、えー、ここま、えー、そこら辺までね、えー、来ることができました。うん。 で、あのー、プリーズンブレイクをね、また、改めて一から見直してみて、思ったのは、あのー、やっぱりもう、果てしなく長いな、という感じですね。うん。ま、あの、果てしなく長いんですけども、なんていうんですかね、全然やっぱ飽きさせないというか、あの、常にハラハラドキドキした展開が、あの、続きますんで、なんていうのかな。で、またこう、先が気になって気になって仕方がない、 その伏線とかもいっぱい散りばめられてたりとかするんで、なんかその、な,なんだろうな、一回全部見たことある人も、あの、もう一回見直したとしても楽しめるというか、それをね、あの、うん、なんだろうな、再確認することができたというか、再確認ちょっとおかしいですね。うん。なんか、そう思いましたね。うん。もう一回見ても楽しめるなって思いましたね。うん。で、僕はですね、あの、シーズン4で止まってるんですね。 で、結構そのシーズン4で止まってる人って多いと思うんですよ。なんで、なんでかって言ったらそのシーズン4からシーズン5にかけてだいぶ時間が経ってるじゃないですか。で、言ったらそのシーズン4でもう完結してるみたいな感じだったんですけど、あの、やっぱりそのプリズンブレイクって、あの、非常に人気な海外ドラマじゃないですか。その海外ドラマの中でも、あの、一番って言っていいぐらいやっぱ人気作だと思うんですよね。うん。 だいたいその僕の周りとかでもその海外ドラマ何が好きっていう話題になったらだいたいプリズンブレイクが一番だっていう人多いんですけど、うん、だからそれぐらいやっぱりね、あの、なんだろうな、続編をこう期待している人たちもすごい多かったわけですよ。だから、あの、シーズン5もあの多分作ったんだと思うんですけど、だから、なんていうのかな、 えー、物語的にはもう結構シーズン4で結構解決してるみたいなところがあるんだけど、なんか、その続編を期待してる人多いからシーズン5作ったみたいな流れみたいで、うん。で、ちょっと僕自身その、まだシーズン5は見てないんですね。だからこれから見ようかなって思ってるんです。あの、えっ、ー、とシーズン5をいきなり見てもよかったんですけど、その僕はプリズンブレイクを、 あの、見た時が、もう数年前ぐらいの話で、あの、内容的に、あの、あんまり覚えてなかったんで、うん。まあ、断片的にしか覚えてないというか、そのインパクトのあるシーンは、あの、頭の中にいろいろとあるというか、うん。全体的な流れはね、もちろんこう全部、あの、覚えてるわけではなかったんで、そういう意味合いで、その、シーズン5に、こう、なんだろうな、スマートな流れで、 あの望めるように、あのー、シーズン1からまた見返してるんですけど、やっぱ、もう一回見返してもね、やっぱ、ハラハラドキドキする、えー、シーンに関してはね、なんか、全然変わらず、あの、ハラハラドキドキできるというか、あの、展開分かってるんだけど、もう、ハラハラして仕方がないというか、うん。だから何回見ても面白い作品だなって思いましたね、うん。 で、まあ、その流れでシーズン5を見、えー、見ようかなっていう感じですね。ただそのシーズン4とシーズン5の間にその、その、サラ・タンク・レディ編も確かありますよね。あの、あの、医者の、医者のサラさんが、あの、刑務所の中に入る、なんか番外編みたいなやつも確かあったと思うんですけど、それもね、僕まだ見てないんで、でも確かアマゾンプライムにはね、それなかった気がするんですよね。今ね、僕あの、アマゾンプライムで見てるんですけど、 確か番外編はね、なかった気がするんですよね。うん。多分 DVD かなんかで借りないといけないのかなそれか、なんか、なんか特別な企画で、あのー、あったやつなのかな多分ね、DVD ではあると思うんですけどね。うん。まあ、ちょっと、えー、その辺調べようかなと思ってるんですけど。 うん。まあ、そんな感じですね。だから今、海外ドラマは、とりあえず、プリズンブレイクをずっと見てる感じなんですけど、あの、今後もね、あの、どのんどん海外ドラマはね、ちょっと制覇していこうと思ってるんで、あの、なんか、おすすめのね、海外ドラマとかあればね、教えてほしいな、っていう感じですね。あのー、まあ、えー、以前ね、僕、えー、アップした動画講座で、プリズンブレイク、あの、見返してるっていう話、ちょっとさらっと、 え、したらですね、あの、早速、僕の LINE アットの方に、あの、おすすめの海外ドラマをですね、教えて、え、くださる方も何人かいらっしゃってね、あの、本当にありがとうございます。あの、教えてくださった海外ドラマに関しては全部、あのー、拝見させていただこうかなと思ってますんで、あのー、よかったらですね、おすすめ海外ドラマを教えていただけると幸いでございます。はい。 というわけでね、あの、今回のドル円の相場展望以上になるんですけども、ためになりましたら冒頭でも言ったように動画の高評価と YouTube のチャンネル登録、そして僕の LINE アッの友達登録も、えー、ぜひよろしくお願いいたします。えっ、ー、と、まあ、冒頭でも言いましたが、僕の LINE アッをね、友達登録してくださった方には、えー、今後ね、FX で資産を爆発的に増やしていくにあたって、すごく役立つ、えー、内容の、えー、豪華なプレゼントの数々をですね、えー、お渡ししておりますんで、 ぜひですね、受け取っていただけたらと思います。で、あと、あのー、LINE アットでしかね、伝えていない重要なお知らせとかもありますし、あと、ご質問とかね、そういう、あ何か、えー、ちょっと今イントネーションおかしかったんですけど、すいません。あの、何かですね、あの、僕に、あのー、ご質問とかありましたらですね、あのー、僕の LINE アットのトークでのみ、今現在受け付けておりますので、あの、そういった意味合いにおいてもね、ぜひ僕の LINE アットはお気軽に友達登録して、 えー、いただいて、何かご質問とかあったら、僕の LINE アットに、えー、メッセージをいただけたらと思います。はい、というわけで、えー、今後もですね、えー、この YouTube の動画講座、えー、アップ、えー、更新ですね、動画更新頑張っていきたいと思っておりますんで、えー、今後も見ていただけると嬉しいです。ありがとうございました。プロトレーダーの翔太でした。失礼いたします。